いやー、しかし昨日の話はすごかったな。あの二人どんだけ修羅場をくぐり抜けてんだよって話だぜ。リベールの異変についてはいろいろと話は聞いていたけど、真相はそれ以上に驚くべきものだったみたいね。それに結社ですか。最先端技術でエプスタイン財団や ZCF を超える勢力があるというのは噂程度には耳にしていましたけど、まさかそのような規模で本当に実在していたなんて。ああ、正直実感は湧いてこないよな。まあヨシは曰くクロスベルに結社の手はほとんど及んでいないって話だけど、もしかしたら帝国と共和国の目が他より厳しいからかもしれないわね。両国の諜報関係者も多く入り込んでいるでしょうから、尻尾をつかまれたくないのかも。それはそれで全然嬉しくない話だな。謎の結社か、大国の諜報組織か、はたまた巨大な犯罪シンジケートか。ま、どれも厄介なのは変わらぬかですね。チャース、ライムス運送会社です。あなたは昨日の運送会社の。いや、昨日はお疲れ様。でもよかったよ、あの子が無事見つかって。親御さん心配してただろう。それはもう。あんたの方は会社にどやされなかったか。ああ、配達が遅れたことは警備隊の人に文句言われたけどさ、親父、社長の方からはそこまでお咎めはされなかったぜ。ま、ちゃんと社内をチェックしろって一発原稿はもらっちまったけどさ。まあその程度で済んで幸いだったかもしれませんね。違いない。おっと、昨日の確認をしに来たんじゃないんだ。あんたたちにお届け物だよ。警察本部からですか。いや、なんでも朝一番で速達で入ったらしいけど。はい、これ受け取って。これは随分小さなものだけど。それじゃ確かに渡したぜ。配達があるんで俺はこれで失礼するよ。おう、お疲れさん。また迷子に忍び込まれないよう気をつけてください。肝に銘じとくよ。それで結局誰からなんだ。差出人の名前がある。キティからみたいだ。え、レンさんから。どうしてあの子がこんなものを。確か各国の VIP にしか送られない招待カードだったよな。それ以前にどうして私たちがこれに関心を持っているのを知っていたんでしょう。あの子に関しては深く考えても仕方なさそうだ。それよりこのカード本物だと思うか。そうね、高級感のあるあつらえといい本物である可能性は高いと思うわ。金色のバラの刻印、本物の金箔が使われていますね。本日夜7時、保養地ミシュラムの
ハルトマン議長邸にて開催か。なあみんな、課長にはあんな風に釘を刺されたばかりだけど。皆まで言わないでロイド。ま、スエゼン食わぬはなんとやらってやつだな。課長が今日も本部に出ていて幸いでした。みんな、いいのか？俺のわがままに付き合わせる形になると思うんだけど。勘違いしないで。私はある意味、あなた以上にシュバルツオークションに興味がある。私の属していた世界に近い人たちが集まるみたいだし。私は純粋にオークションへの好奇心ですね。レイさんが言っている面白い出物というのも気になります。ま、俺はゴージャスでセレブなパーティーそのものに興味があるな。うまいもんを飲み食いしてセレブで高めなお姉さんともお近づきになれるチャンス、見逃す手はねえだろうが。みんな、今日は最終日だ。昼までに一通り仕事を片付けて港湾区の水上バス乗り場に行こう。本当にオークションに潜入するかミシュラムに行って考えたい。ええ、分かったわ。そんじゃ、残った仕事をとっとと片付けるとすっか。一応、新しい依頼がないか端末もチェックしましょう。
水上バスの乗り場、ここからミシュランに行くことができるんだよな。ええ。記念祭の間は20分に1本出ているみたいですね。最終は夜の12時半みたいです。そんな遅くまで出ているのか。まあテーマパークで遊んでからレストランでディナーとしゃれ込んだらどうしても遅くなっちまうしな。ミシュラムにあるホテルなんざ普通は高くて泊まれないだろうし。それでも今の時期は満室の可能性が高いでしょうね。どうする、ロイド。もう水上バスに乗ってミシュラムへ行ってしまう。そうだな。一度ミシュラムに渡ったら他の仕事はできなくなりそうだ。頻繁に出ているみたいだし、一通り用事を済ませてから乗ろう。そうね。買い物や工房での調整も済ませた方が良さそうですね。そんじゃま、用事が済んだらまたここに来るとしようぜ。